しばらくお待ちください。やべえわジョン。どうしたのどうしたの。いやマジでやばい、うんうん、やばい本当やばい間に合うかな。いやだってもうジャングルから戻らないといけないから。武道大会控えてんだよ。あのですか、あの武道大会まだエントリー間に合うと思う。いや間に合うでしょ。ちょっと急ぎますかも。しゃ行くぞ。行きますか。行くぞ。はい皆さんお疲れ様です。スーパーテコチャンネルのジョンです。皆さんお疲れさんです。ミコですそう、ね、誰かがわからないっていうね今いやもうちょっと見てもらったら分かる通りもう武道大会の段、もうお待たせしてたのかなジャングルばっか行ってましたけどもやっていきますか。うん、間に合ったからねエントリー用紙エントリーできた、うん、エントリー用紙エントリー用紙書いて置いてあったからさ間に合ったわ。そうだね、うん、じゃあやっていきますか。やってっか。もうコマンド戦の嵐だとは思うんですが、コマンド戦の嵐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 、スキップ。しんべヱ担当のジョンです。のび太操縦士のミコです操縦士いやコマンド戦まあ相当なバトルを繰り広げてきました、うん、ひどかったね。ひどかったほぼ取れ高ないよあれいやもう冒頭でみんなね、うん、分かってると思うけども、うん、スキスキスキップはい、うん、まあ女子も負けるなっていう感じで。いやあのねひどいね。ともみのリーダーシップよ。うん、うん、ひどいあいつは。許されない。舐めてるもんね。うちのきり丸煽ってきてたからね。男子泣かしてんだよ頭反り上げられてたもんねそうだよそんでなんか頭に矢みたいなの刺さって刺さられて落ち武者みたいなさせられて、うん、もうトラウマになってるから。そうです、うん、もう許せないんで。ただこのくの一に負けるなのなんで、うん、リベンジしていこうと。もうあの手この手を使ってね。はい、じゃあやっていきますか。くの一に負けるな。まあ見ててもらったら分かりますよ。じゃあ行きましょう。ええ、行きますよ。おあれもうあれいいんじゃないのあれ左の子いいんじゃないの。左の子、うん、やっほーもう全然変わっちゃってから。あれともみもなんか塩らしくなってやがんな。え、待って待って、ともみがどっち。あの青い髪のやつがともみか。きり丸をすごいいじめてたんだ。いいやん悪くないよね手のひらくるくるだ。まあシゲはまあしょうがないから。まあでもしんべヱ担当でしょ。そうそう、強制シゲだよそうなったら。でも、いや、ちょっと俺かい。まあ俺はまだ選べる余地あるけど俺担当かちげしかないからねあ、え何あの人。あれ女、あれ女性教師っていう成分もあるんかい。あるね、あるね。腰のくびれがいいよ。うん、あ、そうな、そういう選択もあるんだね。うん、
究極のダイエット法。痩せるほどでもないな。まあ、シゲはね、ちょっとね。まあ、あの子まだ年がいもないでしょ、まだね。そうなの。年がいもないっておかしいけど。グズグズや。よし、やっていくぞ。読まないでいくとわっけわかんないけど、うん、もう飛ばしちゃいますか。いいよね、別に。またお前それか。ああ、またお金だもん。しません。よし。何？あ、これ。あ、ごめん。何やるの？お、違う。ちゃ。あ。ちょ。あ、そう。あ、そうだ。そうだそうだ。いや違う。すま。打てるんだ。そうだね。打てる打てる。あ、上打って上打って。上方向打って。上で打ってないんだっけ。ちょっと待って。あいつ倒して。もう。相変わらず自己退場。落ちゲーいいって。ジャングルで飽きてんだ。あのヘビってさ、純子じゃないの。そう、あ、落ちる。可能性ある。危ない。あ、別ステージもあるんだね。よし、結局ね、上に…あ、いた。あー、見た。足元見て。気づいた時にはもう、しんべヱはいなかった。ラメシが本当ごめん、本当ごめんから。岩転がってきたよね。もうよしよし。なんであそこでほふくの。あ、落ちる落ちる落ちるの、落ちるの、これ。ああ、イエース。いいよ。たまには俺先にね。うん。あ、俺がよし、全個倒した。え、なんで前飛ぶんだろう。ちょっとやってみて。あ、上手くなってるやん。え、何もしてないんだけど。乗った。今下行くし、7。手裏剣当てたべ、今。なんでだろう、何が…なんでだろうね。どうやって行くのこれ。いや、ああ、あ、ちょ、純子バグ、うまい。バグでしょ。バグだね。こっちこっちだ。いきます。はい、いや。マジで必要ない。ほんと…しんべえ、ほんと必要ない。ちょっと待って、これどういう地形になってんの。浮いてない。第一浮いてる浮いてる。倒して倒して、純子。あ、いや、ちょっと…なんで俺飲み込まれていくの、あそこで。うん、あれ、あっちが行ったらいけないやつ。あれ、しんべえも結構滞空時間あるね。あるね。おお、おい、やっぱ、キリマルだけだ、ふわっと。キリマルは、なんか生粋の忍びって感じだよね。ビンゴ。じゃあな。ああ。よしよしよし。おい。何消そうとしてんの。なんとか落ちねえから。そういうゲームじゃないから。危ねえ。ほら、寝るんだから。どこでもね。ちょっと、今の怪しかった。頼む。これ天国行ってない。いつ死んだの。ああ、ごめん、無害なやつ。オッケーじゃない。結構長いな。これ何なんだ。あっ、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 あ、ドイツにする、ドイツにする。俺ユキ。ええ、3人いる。かわすしね。あいつ、ちょっと待って。あっ、ちょ、シゲ腹立つ。上行く、上行こう。あいつらさ、俺のこのスイって行けんのにさ、いうか、よっしゃ、よっしゃ、分かった、じゃあ俺こいつやるわ。ほら、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 ちょ、殴りたい、こいつ。よっしゃ。あ、一発でいいの。あとはシゲだけど。けじめ、彼女は俺の手でやらせて。けじめはつけろよ。あいつ移動早え。見た目の割に。おい、あいつ何やってんだ。俺のこの肉弾戦車で彼女を眠らせてやった。え、また目覚めてるじゃん。こいつだけなんか、あ、多分やりすぎたんだ。浮かせすぎたんだ。あ、火使ってくるな、あいつ。ちょ、しんべえ、ボケなくていいんだよ、そんな。おら、逃げる。ほら、乱太郎が俺の後ろについてきて。やってやって、上にいるから。これだ。おら、あ、ちょっと待って。シゲやってやった。ちょっとあのビッチっぽいやつ、
パスは暗い。いた。あれ。しゃ、いけしげ。あいつなんだ。しげじゃねえや、なんだっけ。しんべえ。同じやんけ。ちょ、大丈夫。なんたろ、いけいけ。いけいけ。あ、そういうことか。おら。せーの。おら。しゃ。え。もしかしてしげ復活してんじゃねえ。いや、ど。はよ。あれ。あ。え。この絵面いいね。進めばいいんじゃない。今なら何でもし放題で、そうだね、うん、こういう感じで、ほう、あ、ちゃんとスキル、何してんの、スキル、その影で何やってんの。じゃあな。何やってる間に俺は進むぜ。もうやろう。あ、あれ、なんかあるぞ絶対これ。何ここ、何やねん。あいつらの落とし穴か。また逃げてったな。ちょっと。よし。戦争じゃ。手加減しねえぞ。来て。あ、全然遊び方が違う遊び方してる。敵しか作んねえ。お前なんだ。できることできないこの差。え、ああ、痛い痛い。手裏剣じゃないと。痛い痛い。ほら、ほら。あ、弱いんだね、僕と。うん、あ、それ強い。無敵で。あー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 、なんかな。なんだかなったね。もうやばい、全然やばい。コンプリートできない。あらし。よし。僕といいわ。無駄に殴れるもん。うん。あ、空中だと手裏剣に自動で変わるんだ。神兵。今さ、おかしいこと起こったよ。ああ、悪い顔してる。でもユキいいな。ユキいいね、いい顔してる。シゲの性別不詳だもんね。ほんとだよ。よし、行こうか。はい、うん、簡単に騙されてはいけませんことよ。誰、あ、神兵ちゃんもごめんなさい。あ、やっぱ好きなんだ。あ、愛してんだ。ともみあれだな、なんか喋り方、うん、お嬢様、うん、ってことはやっぱビッチはユキだった。そうだね。髪の毛の色的にやっぱ あれだもんね、ランあられちゃんに出てくるちょっとヤンキーっぽい子。あられちゃんまでしか知らねえんだよこっちは。深掘りすんなよ。じゃあドラゴンボールのランチ。いや、わかんねえって。くしゃみした後のランチよ。ブルマまでしか知らない。わかった。なんで真っ白なの。君たちが呆然としてると山本先生とランプラたちが入っていきました。あー、おいおいおい、この先生いるよ。あれ、先生綺麗。あ、ユキもなんだかんだ目離れてる。あ、でも先生笑い方やだわ。なんかちょっとプライド高そうだ。あの旦那の金でベンツ乗ってるやつみたいな。やめろ、やめろって、やめろ。ええやないか。はい、おー、もういいんですかこれ。恐怖のお留守番。スムーズにね、今回かなりコマンド仙台だけ違う。ほんとね、全然違う。行きましょう。すげえいいゲームやってる気分。え、どんでん返し。いやー怖いな。怪しい場所だよ、上だよ。あと300秒しかないですよ。あ、あ、先生。あ、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 おいおいおい、あ、これ土に連れてかれる。まあでも俺いないんだけど。あ、ここ違うってことね。怪しい壁って何。あ、なんか目印あるでしょこれ。あったぞ。危ない。あれ、これでしょ絶対。来た。お、いやー、なるほどね。忍者屋敷のあれだな。どんでん返しってあれのこと言う。ああ、ああ、よしよしよし、あったよね今。あーあった。で、ね、よし、あーあ、死んだ。と役に立たない。よしよし、じゃあしんべヱ、お、見せてやるや。あ、これあるね、うん、ちょっと待って、
ちょっと待って、ここ、ここ、ここ、うん、よし、いいぞ一人だけあ、あったんだ。よし、オッケー、お、いってらっしゃい。いや、ちょっとちょっとこれそっか、しんべヱしか行かないんだね。なかったことに。おい、どんだけ不必要なの。しんべヱだんだん面白くなってきたぞ。やめてよ、ほんと。お、同時だといいんだね。同時ないんだ。あ、ここじゃない。それ今入ってきたんでしょ。ほんと。いや、どうどうわ。これで脱出しろってことなの。今のとこ入ろうや。わかった。ああ顔一切集中してないもんね。よしよーし。あれあれ、ないパッていなくなったんで。ああ来た。同時にやったらどうなの。同時にやったらさっき一緒に入れたよね。消えてたよ。あ、いないね。来てないわ。来てない。危ない。どっちですか。これ時間ないよ。手どうやって話すのこれ。B かな。へい。あばあばあばい。お、なんで戻ってこれたの。そういう落ち方もできるの。いや違うから。よし。おい、戻んなもん。ああ、間違った。ね、結局俺が行くんだもんね。うんちすんな。そんなとこでのぐ。オッケー。はい。なんだかんだ。余裕だったね。選んだやつ正解だったんだ。うん。うん、わかんない。どんでん返しだ。じゃあ大どんでん返しは何なの？多分扉の大きさが。大きさ？うん。変わるのかな。さて、その日の夕方、大木先生なんていた。いや、大木かもしれない。今出てきたね。あ、そうなんだ、うん、大木かもしれないし、ね、さっきのあの子セレブみたいなやつと服装かぶってたの。マジか、うん、先生多すぎるな。そんなにいらないよね。いらない。大木ボンドなら知ってんだよな。誰なん。まあまあ、出しよう。俺も知りたい、それは。後悔すんなよ。見てもやめとくわ。いや、載せるか。よし。でも小学校とか中学校で言ったら結局図工の先生とか美術の先生、ね、他の先生からもちょっと距離置かれてる人。いたわ、そういう人いた。ちょっと厄介者感出される人、ね、うん、あれ子供ながらに見てても分かるんだよね。気づくよね、うん、分かるんだよ。いくら小学生といえど、あの先生嫌われてんだなって分かっちゃうね。うん、ちょっとぎこちなくなるんだよね。特に女教師のね、態度が露骨なんだよね。あそういうの見るとね、俺も確かにね、うん、子供だから言えなかったけど、今ならね、言える。優しくしてやれよって思うの。ほんとね、そんなとこでメス出さないでほしいもんね。ほんとだよ。潰されるやつじゃない。ちょっと、やってみて。え、ダメ。無限でしょ。あっ、危なっ。ああよし、行こう。あっ、あっぶね。殺しに来てるじゃん、もう。なんなんだ。あっ、よしよしよし。あっ、あっ。いや、何もないんだけど、ここまで来たけど。あれさ、完全にやられてる。え、どうすんの。え、なんもないけど。大どんでん返し。そっか、どんどんでん、えー、あ、足首。足首も完全に粉砕だよ。あ、覚えたからね、これに無敵時間あるっていうこと。ああ、それね、うん、この上乗ったらダメなの。あ、あ、いける。いや、いけないけど、はまれる。なんかちょちょちょ。ああ、あー、これはダメなんだね。うん、絶対ここら辺だよね。
なんかあるとしたら、うん、え、あ、あ、何、わかんない、線とか何もないんだけど、うっそ、あれ取れないのかな、防犯用のバッグみたいな、何もなかったのに、開いてるけど、まだ行けるの、え、マジ、これループしてない、あ、してない、じゃあ端から入りますか急にドラクエの足音だったけどあ、ちょっとザッザッザッ、あーあー、適当に行くなってこと、あー、注意深くやれっていうね、はい、あ、あ、あ、もうちょっと、ここにあった、ここここ、なんで分かった、いや、もうしらみつぶしてやろうと思ったら1回目で当たった、何の目印もないの、持ったわ、2回目ぐらいだ、何もないのかい、ここは掛け軸の裏とか何もないね、戻れんの、あ、あ、ツボ、あれ、人、気をつけてよ、大丈夫、大丈夫、調べさそっか、すいません、じゃあ端まで行こう、まずわかりやすく何かあるかもしれないから、あ、はい、あ、なんなんだよ、あれ、え、ループですか、どういうこと、どういうこと、なんか戻ってない、今の面はクリアしてる、あ、あんな、あ、ここさ、これで行った方がいいんだ、で、そしてこれでついてれば当たんない、そこ危ない、そこらへん、そこらへん、よし、あっ、あっしんべヱ一応顔だけはかっこいい、ムッてするからね、一応ここ入ったもんね、入った、こうだ、全部やっていかなきゃいけないんだ、いやー、いる、なんなんだろう、あっ全く意味が分からない、あ、あ、あ、分かったよ、そういうことね、なに、あー、あ、死ぬんだ、あー、そういうのもあるんだ、え、ヘムヘム、ヘムヘム、力尽きてない、誰にやられたみたいな、怖い怖い怖い、しょっしょ、なんか思いのか、ああ、折れちゃった動きが軽快になってる、あ、ご愁傷様です、ちょ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 、可能な限り、あ、戻ったってことあ、しかもそこまで戻んだね、うん、今お、すげえ無敵、無敵だから、あ、これ乗れってことちゃんと使っていくもんね、そういうの、あ、危ない危ない死ぬ、戻されるよ、超頭頑丈だね、そうそうそう、これが先に入ってやる、あ、ちゃ、ちゃ、ちゃ、あ、危ない、慎重に行こう、うん、これ降り方わかんないんだよね、登って降りるしかないの違う、爆弾と一緒にちょっとこれいいのかな、よし、よしよし、あ、ザッザッ、いいぞいいぞ、うん、順調だよ、意外とね、うん、かなりね、落ちたの、あ、やばい、あ、いた、そして、あ、あっち行けと、あれ、さっき行かなかった、来てないね、なるほど、どっちかな、くせえよ、ケツがよ、拭いてねえんだよウニ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 すごいことになってる、あごめんって、マリオで見た、あれ臭い、あ、ほんとだ、完全パクってるよ当たってみて、ちょっと、いやいいぞいいぞ、無駄のない動き、いいね、進んでるよ、多分結局どこに向かったさっぱりわからない、マップ欲しいもん、下、うん、
下乗り。ただ辛いだけだったもん。なんで乗れんのそれ。すごい。いや。落下めっちゃ速くないそれ。シュン。体重もいいからな。押せ。押せ。どこかで扉の開く音がしたみたいな感じ。そう。ああ。いけるか。でも。よし。やっていくスタイル。逃がさない。ああ。ちょこの木。よし。落ち着いていこう。落ち着いていこう。よし。行け。行け。来たとこじゃないこれ。戻るんじゃない。戻って何かが変わってんのか。矢印はなす。本当？あ、あ。よかった。あ、よし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 。死ね。いや。いや。あ。あ、え、なんで？それ無敵なんじゃないやっぱり。あ、無敵だ。うん。ちなみにね、え、今俺らは何やってるの？全然わからない。くさいよ。多めに兵しといて。すっごいこすりつけられてる。 2.5 倍ぐらいしといてるからね。ちょっとウエットなお隣やつ。手回したところが落ちるから。前に回しちゃってるもんね。雨落ちるつもりじゃん。ここ全然つかむところ。おい、ようよくわかったんですよね。行くぞ。よし。あ、下トゲなんだ。ありがとう。わかりやすかった。ひどい。ひどいやつ。違う早く。ポロポロポロ。おお、よし。死ぬ高さじゃないんだけど。あれ？ってことは、次も何かあるの？え？え？あ、知ってるここ。最初じゃないか。嘘でしょ。嘘だって言ってよ。またやるの？多分な。痛みの反動を利用する。ひどい。そういう落ち方する？この針でしょ、この下。そう。落ちろ。おい。落ちろ。いるぞ、変な人いる。よし。消えてるし、ちょっとどうなってる？ここ落ちちゃダメなやつだ。あーあーあ、びっくりした。危ない。よいしょ、行くぞ。もうマジで意味もなしで押せ。ああ来た来た。そしてこれってもしかしたら全部押さなきゃ。岩がなくなってんのかもしれない。さあ、戻んのきつくない？きつい。ワープしてほしい。すごい、これの誘発には役に立つ。ちょっ早く行こうって。大丈夫慎重にね。そうって言いながら尻刺さる。え、やったな。ちょっと待って、いけい。行くぞ。ちょ危ない。慎重にね。え、上がってない？え？うわ、怖いって、そういうの、強制。ロープみたいな。くっせ！あ、くっせ！すかして。よっしゃ！よっしゃ！あー、井戸？お屋敷は音を立てて、くっせ。なんで？しまいました。ちょっとバカ者も。え？あー、今、井戸の中の世界だったの？井戸の中、あんな広いの？水はなかったね。うん。おとりを使って敵を誘え、その隙を突く術とは。あ、座学かい。スキップ。
はい。キリちゃん大ピンチの段なのだ。イエーイ。キリちゃんでもいつも大ピンチじゃない。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。キリちゃん大ピンチの段を目前にしての、ああ一旦終わりますよ。いやもうね、僕としては、あのニック・キトモミを、僕とで何回も、何回も何回も何度も何度もやめてやめてもう、ね、何回ピー入れなきゃいけないやってあげたんでもう必要にね、もう原型なくなるくらいもうネチョネチョ言ってるんでしょ。喜んでたから向こうは。あそう、それもケツ叩いてるってこと。顔じゃなくて顔はしないよ、まあ大人の忍太郎なんでね、僕とって言ってもね、何の隠語かも分かんないしね。忍太郎、いや乱太郎、乱太郎、乱太郎大人の乱太郎なんで、そうそう、まあありだよね、うん、まあまさか3対3のねバトルロイヤル始まると。あ、3対3 2だよ、3対2だよ、だからもう必要にともみをね黙らしてやって、僕とでね、あとはあとの2人はまあ、それなりに、はい、まあ楽しかったですね、うん、じゃあ次回はこんな感じだといいね、次回も、うん、まあコマの線なかったんで、うん、まあ次回はまたサクッと言ってもらえるといいですね。大丈夫でしょう、はい、じゃあ今回もですね最後にご視聴していただきまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もうカミカミですけど申し訳ないです、はい、コマンドじゃねえやコマンドじゃなくてコメントですね、はい、コメント高評価チャンネル登録と、はい、ぜひお願いします。コメント欄にね、はい、コマンドって書いていただけたら嬉しいです、はい、お願いします、じゃあ次回も、次回もじゃない、次回のデコちゃんでお会いしましょう。せーの、バイバイ。